入場符。1。両国という地名も橋ができてから後のことである。まだ両国橋もその頃はなかった。けれど、下宇佐領から来る道も、奥州街道から分かれて来る道も、後の橋の架けられたあたりへ来て、大川に突き当たっていた。渡し場には、関門と呼んでよいくらいな厳しい木戸があった。そこには、江戸町奉行の職制ができてから、初めての初代町奉行、青山日立之助忠成の手の者が、待て、よろしい、などと、いちいち通行人改めをしていた。はあはあ、だいぶ江戸の神経も尖っておるな、と、武蔵はすぐ思った。3年前、中山道から江戸へ足を入れて、すぐ大宇の旅へ向かったとき、まだこの都市の出入りは、さほどでなかった。それが急激にこう厳重になったのはなぜか。武蔵は伊織を連れて、木戸口に順々に並んでいる間に考えた。都市が都市らしくなってくると、必然に人間が増える。人間の中の様々な善行悪行が相克し合う。制度がいる。制度の方網をくぐる方も活発になる。そして、栄えを祈る文化を打ち立てながら、その文化のもとでもう浅ましい生活や欲望が血みどろで地上に噛み合う。それもあろう。がまた、ここが徳川家の将軍所在地となるとともに、大阪方に対する警戒も日に増して厳密を要するのであろう。何しろ、大川を隔ててみても、この前武蔵が見た江戸とは、家々の屋根が増えていることや、緑が目立って減っていることだけでも、覚醒の感があった。ご浪人は、そう呼ばれたときは、もう皮袴を履いた二人の木戸役人に、武蔵は懐から背や腰の体中を撫で回されていた。別な役人が脇から厳しい目で詰問した。ご府内へ、何用を帯びていかっしゃるか。武蔵はすぐ答えた。どことてあてもなく歩く修行者でござる。あてもなくと咎め立てして、修行するというあてがあるではないか。苦笑を見せると、小国はと畳みかける。にまさか吉野郷宮本村。主人は、持ちません。しからば、路用その他の出費は誰から受けておらるのか。行くところでいささか余儀の彫刻をなし、絵などを描き、また寺院に泊まり、こうものがあれば立ち技も教え、人々の合力によって旅しておりますが、それもない時には石にも伏し、草の根や木の実を食ろうておりまする。で、いずれからお越しなされた。道の国半年余り、下宇佐の宝天ヶ原に百姓の真似事して2年ほど過ごし、いつまで土いじりもと存じてこれまで参ってござります。連れのわっぱは、道所で拾い上げたみなしご、伊織と申し、14歳に相なります。江戸で泊まる先はあるのか。無宿の者、縁故のない者は一切入れぬが、きりがない。後ろにはもうたくさんな往来人が仕えている。素直に答えているのも馬鹿らしく、人にも迷惑と考えて武蔵は答えた。あります。どこの誰か。柳生田島の神宗則殿。二。何、柳生殿へ。
役人はちょっと鼻しらんで黙った。武蔵はおかしく思った。柳生家とは我ながら意味軸も思いついたものだと自分で感心する。かねて大和の柳生石州祭とは面識はないが、沢庵を通じて愛知る仲である。問い合わせられても、そんな人間は知らぬとは、柳生家でも答えまい。ひょっとしたら、その沢庵も江戸表へ来ているような気がする。石州祭には、ついに面越も遂げず、宿坊の人たちも合わせなかったが、その着手で、かつ柳生流の直流を受け、秀忠将軍の指南に就任してきている田島守宗則には、ぜひとも愛もしたいし、試合も受けてみたい。そう日頃から思っていたのが、思わずすぐ行く先かのように、木戸役人の質問に出てしまったのである。いや、それでは柳生家にご縁故のあるお方でござったか。失礼いたした。何分、うろんな侍どもが、ご府内に入り込むため、浪人方と見れば、ひときわ厳密な取り調べを要す、という、上司からの厳達なので。役人は、こう言葉も態度も改めて、後の調べは、ほんの形式だけで済まし、お通りなさいと、木戸口から送った。伊織は、後からついてきて、先生、なぜ侍だけあんなにやかましいんだろう。敵方の患者に備えてであろうな。だって患者なら浪人の風なんかして通るもんか。お役にいて頭が悪いね。聞こえるぞ。たった今私が出ちまったよ。待つ間に富士でも眺めておれというのだろう。伊織、富士が見えるぞ。富士なんて珍しくないや。宝天ヶ原からだっていつも見えるじゃないか。今日の富士は違う。どうして？富士は一日でも同じ姿で会ったことがない。同じだよ。時と天候と見る場所と春や秋と、それと見るもののその折々の心次第で。伊織は河原の石を拾って水面を切って遊んでいたが、ひょいと飛んできて、先生、これから柳生様のお屋敷へ行くんですか？さあ、どうするか。だって、あそこでそう言ったじゃないか。一度は行くつもりだが、先様は大名だからの。将軍家のご指南役って偉いんだろうね。うん。オラも大きくなったら、柳生様のようになろう。そんな小さい望みを持つんじゃない。え？なぜ？富士山をご覧。富士山にはなれないよ。あれになろう、これになろうと焦るより、富士のように黙って自分を動かないものに作り上げろ。世間へこびずに、世間から仰がれるようになれば、自然と自分の値打ちは世の人が決めてくれる。私が来たよ。子供は人に遅れるのが嫌いだ。伊織は武蔵をさえ捨てて、真っ先に乗り合いの船べりへ飛び移った。三。広いところもあれば狭いところもある。川の中には巣もあるし、流れの速い瀬も見える。何しろ当時の隅田川は自由気ままな姿であった。そして両国はもう海に近い入り江であり、波の高い日は濁流が両岸を浸して普段の二倍にも見える大河になった。私の竿はガリガリと川底の砂利をついていく。空の澄んだ日は水も澄み切って船べりから魚の影が覗かれた。
赤く錆びた兜の鉢金などが小石の間に埋まっているのもまま見えた。どうだろう、このまま天下太平に収まるものだろうか。私の中の話である。そうは行くめえな、と一人が言う。その連れが連れの者の言葉に裏書きして、いずれ大戦さ。なけりゃそれに越したことはねえが。話は弾みかけて弾まなかった。中には、よせばいいにという顔をして水を見ている者もある。役人の耳が怖いからだった。だが、お上の怖い目や耳をかすめながら、民衆はそういうものへ触れるのを好む。わけもなく、ただ好むのである。その証拠には、ここの私の気度調べでもそうだ。こう往来改めが厳しくなったのは、つい近頃残ったが、それというのも、髪型からどしどし隠密が入り込んでくるからだという噂だぜ。そういえば、この頃大名屋敷へよく入る盗賊があるそうだ。外聞に漏れてはみっともないので、入られた大名は皆口を拭いているらしいが。それも隠密だろうぜ。いくら金の欲しい奴でも大名屋敷などは命を捨ててかからなければ入れねえところだ。ただの泥棒であるはずはねえ。私の客を見渡すと、これは江戸の一縮図と言っていい。おがくずをつけている材木や、髪型流れの安芸人、肩肘を突っ張っている無法者、井戸掘りらしい一塊の労働者、それと、ふざけている賠償婦、僧侶、小無僧。そして、武蔵のような浪人者。船が着くと、それらの人々が、ぞろぞろと流れになって、岸へ上がってゆく。もし、ご浪人、武蔵を追いかけてきた男があった。見ると、船の中にいた、背のずんぐりした無法者で。お忘れ物をなすったろう。こいつはおめえさんの膝っこから落ちたんで拾ってきたが、と赤字に式の、と言っても、あまりに古びて金蘭の光よりは赤光の方が余計にする巾着の耳をつまんで武蔵の顔の前へ出した。武蔵は顔を振って、いや、手前の所持品ではありません。誰ぞ他の乗り合いの衆のものでござろう。言うとその横合いから、あ、おらのだ、と、無法者の手からいきなりそれを取って懐へしまったものがある。武蔵のそばにいるとあまり性の違いがあるので、よく見ないと気がつかないほど小さいイオリであった。無法者は怒った。いやいやい。いくらてめえのものだって、礼も言わずにひったくるというやつがあるか。もう一度、今の巾着を出せ。改めて三遍回ってお辞儀をしたら返してやるが、さもなければ、カバン中へ叩っ込んでしまうから。四。無法者の怒りようも大人げなく思われたが、いおりの仕方も重々よくない。だが、子供のことであるから、自分に免じて許してくれと、武蔵が代わって謝ると、無法者は、兄か主人かなんか知らねえが、じゃあ、おめえの名を聞いておこうと言う。武蔵は字を低く、名乗るほどのものではありませんが、浪人、宮本武蔵というものです。すると無法者は、え?と、目を見張って、しばらく凝視していたが、これから気をつけろ。いおりへ一言、捨て台詞を置いて、さっと身をかわすように、立ち去ろうとした。待て。乙女のように、柔和だったものの口から、こう不意に一括食って、
無法者はビクッとしながら、何しやがんでい。掴まれている脇差しの小尻をもぎ払おうとして振り向いた。何時の名を申せ。俺の名。人の名を聞いたまま、会釈もなく立ち去る方があろうか。おら、半河原の身内のもんで、小物十六ってんだ。よし、行け。突っ放すと、覚えてやがれ、と、コモは、のめったまま、すっ飛んでいった。イオリは、自分の仇を打ってもらったように、いい君だ、弱虫。またとない、頼もしい人のように、武蔵を見上げて、そのそばへくっついた。町へと歩き出しながら、イオリ、はい。今までのように、野原に住んで、リスやキツネが隣近所のうちは良いが、このように多くの人の住んでいる街中へ来たら、礼儀作法を持たねばならんぞ。はい。人と人とが円満に住んで行ければ、地上は極楽だが、人間は生まれながら、神の差がと悪魔の差がと、誰でも二つ持っている。それが一つ間違うと、この世を地獄にもする。そこで、悪い性質は働かせないように、人中ほど礼儀を重んじ、対面をたっとび、また、お上は法を設けて、そこに秩序というものが立ってくる。お前がさっきしたような不作法は小さいことだが、そういう秩序の中では、人を怒らせるのだ。はい。これからどこへどう旅して行くか知れぬが、行く先々の掟には素直に、人には礼儀を持って向かうのだぞ。噛んで含めるように言い聞かせると、イオリは何遍もこっくりして、わかりました、と、早速に言葉も丁寧になったり、取ってつけたようなお辞儀もしてから、先生、また落とすといけませんから、これをすみませんが、先生の懐に持っていてください。と、さっき私の中へ忘れてしまうところだった、つづれの巾着を武蔵の手に預けた。それまでは格別気にも留めなかった武蔵は、今手にしてふと思い出した。これは、お前が父から形見にもろうた品ではないのか。ええ、そうです。徳願寺へ預けておいたら、今年になってお十字さんが黙って返してくれた。お金も元のまま入っているよ。何かいるときには、そのお金、先生が使っても構わないよ。五。ありがとう。武蔵はイオリへそう言った。他愛もない言葉ながら、イオリの気持ちは嬉しいものだった。彼は自分の貸し付いている先生が、いかに貧しいかを子供心にも常に案じている風なのだ。では、借りておくぞ。押しいただいて武蔵は彼の巾着を懐に預かった。そして歩きながら思うには、イオリはまだ子供だが、幼少からあの痩せた土と藁の中に生まれ、つぶさに生活の困窮を舐めてきたので、童心のうちにも、おのずから経済というものの観念が強く養われている。それに比べると、武蔵は自分ながら自分には金を軽視し、経済を度外視している欠点があることに気づく。大きな計策には関心を持つのであるが、自己の小さい経済にはほとんど無関心なのである。そして、幼いイオリにさえ、その私の経済にはいつも心配を煩わしている。この少年は、自分にはない才能を持っているようだ。武蔵は
馴染むほど伊織の性格の中に次第に磨かれてくる聡明を頼もしく思った。それは彼自身にもまた別れた丈太郎にもないものだと思った。どこへ泊まろうな、今夜は。武蔵には当てがない。伊織は珍しげに町ばかり見回していたが、やがて異郷の中に自分の友達でも見つけたように。先生、馬がたくさんいるよ。町の中にも馬市が立つんだね、と軽い興奮をして指さす。馬狼が集まって馬狼茶屋や馬狼宿が無秩序に増え出したので、近頃馬狼町と呼ばれている辻のあたりから馬の背が無数に並んでいる。市へ近づくと、馬場へと人間がワンワン言っている。関東なまりのあらゆる地方語でわめいているので、何の意味やらわからない騒音になっている。従者を連れた武家の者が、しきりと名馬を探し求めていた。世間に人材が乏しいように、馬の中にも名馬が少ないものと見え、その侍は、もう帰ろうわえ。一匹も殿へおすすめできるような馬はおりやせん。こう言い放って馬の間から大股に身をそらしたとき、旗と武蔵と正面に出会った。おお、と、その侍は胸をそらし、宮本氏ではないか。武蔵もその顔を見つめて同じように、おお、と、顔をほころばせた。それは、大和の柳生の将で、親しく新影堂へ招かれたこともあるし、一夜を剣壇に吹かしたこともある、柳生石州祭の高速、木村助九郎であった。いつから江戸表へござったな。意外なところでお目にかかったの、と、助九郎は、武蔵の姿を見て、武蔵が今なお修行の途にまみれている様子を見て取ったように言った。いや、たった今、下宇佐領から来たばかりです。大和の大先生にも、その後、お健やかでおられますか。ご無事でござる。したが、もう何分、ご高齢でな、と言ってすぐ、一度、田島の神様のお屋敷にもお越しがあるとよい。お引き合わせもしようし。それに、と、助九郎は、何の意味か、武蔵の表を見つめながら、にっと笑った。貴公の美しい落とし物が、お屋敷へ届いておるぞ。ぜひ一度、訪ねてござらっしゃい。美しい落とし物。はて、なんだろう。助九郎は中間を連れて、もう往来の向こう側へ大股に移っていた。はえ。一。ここは裏町。つい今しがた、武蔵のさまよっていた、馬狼町の裏通りである。隣も旅小屋。その隣も旅小屋。一町内の半分が汚い旅小屋であった。泊まり賃が安いので、武蔵と伊織はそこへ泊まった。ここのうちにもあるが、どこの旅小屋にも馬屋が付き物になっていて、人間の宿屋というより、馬の宿屋と言った方が近かった。お侍様。表の二階だと少しはハエが少のうございますで、部屋をお取り替えいたしますべと、馬狼でない客の武蔵をここの旅籠では少し持ち扱い気味。もったいない。昨日までの開墾小屋の生活から比べれば、ここはこれでも畳の上。にもかかわらず、ついひどいハエだなぁと、つぶやいたのが、気にでも触った風に、
旅籠の神さんの耳に入ったものと見える。だが、好意のままに、武蔵と伊織は表二階へ移った。ここはまた、カンカンと西日が差している。すぐそう思うだけでも気持ちが贅沢に変わっているのだと思いながら、よしよし、ここでいいと、一人なだめて落ち着いた。不思議なのは人間を包む文化の雰囲気である。つい昨日までいた開墾小屋では、強い西日は苗の育ちを思い、明日の清涼な気が牧されて、この上もない光明であり希望であった。汗の肌にたかるハエを土に働いているときは気にもならないし、むしろお前も生きているか、俺も生きて働いているぞと言いたいくらい自然の中に生命を持つ友達にさえ思えるのに、大河を一つ越えてこの盛んな木工都市の一員となるとすぐ西日が暑い、ハエがうるさいなどという神経とともに、なんぞうまいものでも食いたいなぁと思う。そういう人間の横着な変わり方は、伊織の顔にもありありと出ている。無理もないことには、すぐ横隣で、幕老の一群れが鍋に物を煮て、騒がしく酒を飲んでいるのだ。宝天の開墾小屋では、蕎麦を食べたいと思えば、春先種をまき、夏花を見て、秋の暮れに身を乾かし、ようやく冬の夜粉をひいて食べるのだが、ここでは手一つ叩いて打ってもらえば、一時もすると蕎麦が出てくる。いおり、蕎麦を食おうか。武蔵が言うと、うん、と、伊織は唾を飲んで嬉しそうにうなずく。そこで旅籠の蟹さんを呼んで蕎麦を打ってもらえるかと測ると、他のお客からもご注文があるから今日は打ってあげてもいいという。蕎麦のできてくる間、西日の窓に頬杖ついて下の往来を眺めていると、すぐ筋向こうに、御魂時どころ、本阿弥門流、厨子の光助と読める板が軒先に出ている。それを先に見つけたのは、目の早い伊織で、さも驚いた顔をしながら、先生、あそこに御魂時どころと書いてあるけれど、何の商売でしょう。本阿弥門流とあるから、刀の研ぎ師であろう。刀は武士の魂と言うから。そう答えて武蔵は、そうだ、わしの刀も一度手入れしておかねばなるまいな。後で尋ねてみようとつぶやいた。その時、襖隣で何か喧嘩が始まった。いや、喧嘩ではなく、賭博のもつれで何か争いが起こったらしいのだ。武蔵はなかなか来ない蕎麦の待ち遠しさに手枕を買ってトロトロしていたが、ふと目を覚まして、伊織、隣の衆へ少しお静かにしてくださいと申せ、と言いつけた。二、そこの境を開ければすぐことは済むが、武蔵の横になっている姿が先に見えるので、伊織はわざわざ廊下へ出て隣の部屋へ言いに行った。おじさんたち、あんまり騒がないでおくれよ。こっちにオラの先生が寝ているんだから。すると、何？と、幕老たちは賭博のもつれに血走った目を一斉に伊織の小さい姿へ移した。なんだと、小僧。伊織はその無礼にむっとして口を尖らしながら、ハエがうるさいから二階へ越してきたら、またみんなが騒いでいて、やかましくってしょうがないや。てめえが言うのか、てめえの主人でも、そう言って来いと言ったのか。先生がさ、
言いつけたんだな。誰だってうるさいよ。よーし、てめっちのようなうさぎのクソみてえなチビに挨拶しても仕方がねえ。後から秩父の熊五郎が返答に行くから引っ込んでろ。秩父の熊か狼かわからないが、何しろどう猛そうなのがその中に2、3人いる。その手合いに睨まれて、伊織は慌てて帰ってきた。武蔵は手枕の肘へ薄く目をつぶって眠っている。その裾に西日もだいぶ陰って、足の先と襖の端の残り火に大きなハエが真っ黒にたかっていた。起こしてはいけないと思って、伊織はそのまま黙ってまた往来を見ていた。しかし、隣の部屋のやかましさは前と少しも変わりはない。こちらから持って行った抗議の衝動を受けて、賭博の紛争は沙汰闇になったらしいが、その代わり今度は団結して、無礼にも境の襖を細めに開けて覗いたり、暴言を放ったり、嘲笑ったりしているのだった。ええ、こう、どこの浪人か知らねえが、江戸の真ん中へ風に吹かれてきやがって、しかも、暴露宿にのさばりながら、うるせえもねえもんじゃねえか。うるせえな、俺っちの持ち前だ。つまみ出しちまえ。わざとふてぶてしそうに寝ていやがるぜ。侍なんぞに驚くような骨の細い暴露は関東にはいねえってことを誰かよく聞かしてこいよ。言っただけじゃダメだ。裏へつまみ出して馬の小便で顔を洗わせちまえ。するとさっきの秩父の熊とか鷹とかいう男が、まあ待て。一人や二人の欲しい侍、騒ぐにゃ当たらねえ。俺が掛け合いに行って、謝り証文を取ってくるか、馬の小便で顔を洗わせるか、肩をつけてやるから、てめえたちは静かに飲みながら見物しているやい。面白え、と、暴露たちは襖の陰に鳴りを沈めた。その者たちから見ると、頼みがいある面魂を持った暴露の熊五郎は腹帯を締め直して、へい、ごめんなすって、と愛の襖を開け、上目遣いに相手を見ながら膝で這いずり込んだ。武蔵と伊織の間にあつらえておいた蕎麦がもう来ていた。大きな塗りの蕎麦箱の中に蕎麦の玉が、6つ並んでいて、その一山を箸でほぐしかけていたところである。あ、来たよ、先生。伊織はびっくりしてそこをのいた。熊五郎はその後へ大あぐらをかいて座り込み、両手の肘を膝へついて、獰猛な面構えを頬杖に乗せながら、おい、浪人、食うな、後にしちゃどうだ。胸に仕えているくせに、何も落ち着きぶって無理に食うにゃ当たらねえだろうに。聞こえているのかいないのか、武蔵は笑いながら次の箸にまた蕎麦をほぐしてうまそうにすすり込んだ。三。熊は勘筋を立てて、よせと不意に怒鳴った。武蔵は、箸と蕎麦汁の茶碗を持ったまま、そちは誰だ？知らねえのか。暴露町へ来て、俺の名を知らねえ奴は、もぐりか、つんぼぐれえなものだぞ。拙者も少し耳が遠い方だから、大きな声で言え。どこの何がした？関東の暴露仲間で、秩父の熊五郎といや、泣く子も黙る暴れ者だが。はあはあ。馬仲がいいか。侍相手の商売で生き馬を扱っている人間だから、そのつもりで挨拶しろい。何の挨拶？たった今、その豆蔵をよこしやがって、
うるせえとかやかましいとか聞いた風な御託を並べやがったが、うるせえな、曝露の地金だ。ここは殿様旅籠じゃねえぞ。曝露の多い曝露宿だ。心得ておる。心得ていながら、俺っちが遊び事をしている場所へ、なんでケチをつけやがるんだ。みんな腐って、あの通り、壺を蹴飛ばして、てめえの挨拶を待っているんだ。挨拶とは、どうもこうもねえ。曝露の熊五郎様、他ご一頭様へあて、詫び状文を書くか、さもなけりゃ、てめえを裏口へしょっぴいて、馬の小便で面を表してくれるんだ。面白いな。何を？いや、お前たちの仲間で言うことは、なかなか面白いと申すのだ。たわごとを聞きに来たんじゃねえ。どっちとも、早く返答をしろい。熊は自分の声に昼間の酔いを余計に顔へ出して怒鳴った。額の汗が西日に光って見る者の目にも熱苦しい。それでもまだ熊は威嚇が足らないと思ったか、胸毛だらけなもろ肌を脱いで、返答によっちゃ、ただは引き下がらねえぞ。さあ、どっちとも早く抜かせ。腹巻きから出した短刀を蕎麦箱の前へ突き立てて、あぐらのすねをさらに大きく組み直した。武蔵は笑みを包みながら、さあ、どっちにしたがよいかな。汁茶碗の手を少し下げ、箸の手を蕎麦箱へ伸ばして、蕎麦の玉にたかっているゴミでも取っているのか。何か挟んでは窓の外へ放っていた。天で相手にされていない風なので、熊は青筋を太らせて、ぐいと目玉を向き直したが、武蔵はなお黙々と蕎麦の上の塵を箸で取り抜けている。はてな。ふとその箸の先に気のついた熊は、向いた目を嫌が上にも大きくして、息もせずに、武蔵の箸に気も魂も抜かれてしまった。蕎麦の上にたかっている黒いものは、無数のハエであった。武蔵の箸が行くと、そのハエは逃げもせず、黒豆を挟むように素直に挟まれてしまうのだった。キリがないわい、いおり、この箸を洗ってこい。いおりがそれを持って外へ出ると、その隙間に曝露の熊も消えるように隣の部屋へ逃げ込んでいった。しばらくごそごそしていたかと思うと、瞬く間に部屋替えをしたものと見え、襖の向こうには人声もしなくなった。いおり、せいせいしたな。笑い合って蕎麦を食べ終えた頃、夕日も陰って、研ぎ屋の屋根の上に、細い夕月が見えていた。どれ、面白そうな前の研ぎ師へ研ぎを頼みに行ってこようか。だいぶ荒遣いをして痛めている無名の一腰。それを引っ下げて武蔵が立ち上がった時、お客さん、どっかのお侍が手紙を置いていかしゃりましたが、と、黒いはしご段の下から宿のおかみさんが一通の封書を突き出した。四。はて、どこから、と封の裏を見ると、すけとただ一字しか書いてない。使いは、武蔵が問うと、宿のおかみさんは、もう帰りましたと言いながら、帳場に座る。はしご段の途中に立ったまま、武蔵は封を切ってみた。助の字は、今日馬市で出会った木村助九郎のこととすぐ読めた。今朝ほどのお出会い、殿のお耳に入れ候ところ、田島の神様、懐かしき男と仰せなされ候。
お越しの日、いつ頃にやとのお言葉、折り返して、お便り申し入れ申し候。助九郎。おかみ、そこの筆を貸してくれぬか。こんなので、よろしゅうございましょうか。うん、と、帳場の脇へ立ち寄って、助九郎の手紙の裏へ、武兵者には他に用もなし。ただ、田島の神様、恩し合い賜るなれば、いつなりと思考を申すべく候。まさな。まさなというのは、武蔵の名乗りである。そう書いて巻き直し、封も先の裏を使って、柳生殿の恩うち、助殿と当てて書く。はしご段の下から見上げて、いおり、はい、使いに行ってくれ。どこへですか？柳生田島の神様のお屋敷へ。はい。ところは、どこか知っておるまい。聞きながら参ります。うん、賢い。と、武蔵は頭を撫でて、迷わずに行ってこいよ。はい。いおりはすぐ草履を履く。宿のおかみさんはそれを聞いて、柳生様のお屋敷なら誰でも知っているから、聞きながら行ってもわかるが、ここの本通りを出て、街道をどこまでもまっすぐに行き、日本橋を渡ったら、川に沿って左へ左へとおいで、そして小引町と聞いていくんだよ、と親切に教えてくれる。あ、わかったよ。いおりは外へ出られるのが嬉しかった。しかも、使いの行く先が柳生様だと思うと手を振って歩きたくなった。武蔵も草履を履いて往来へ出た。そして、いおりの小さい姿が馬喰宿と鍛冶屋の四つ角を左へ曲がったのを見届けて、少し賢すぎると、ふとそんなことを思いながら宿の筋向かいの御魂研ぎどころの板が出ている店を覗いた。店といっても格子のない下田屋みたいな構えで、商品らしいものは何も見当たらない。入るとすぐ奥の細工場から台所まで巡っているような土間だった。右側は一段高い蒲地になっていて、六畳ばかり敷いてある。そして、そこを店とすれば、店と奥との境には、締めが張り巡らしてあるのが、すぐ武蔵の目についた。ごめん、と武蔵は土間に立った。わざわざ奥へ向かって行ったのではない。すぐそこの何もない壁の下に、たった一つある。頑丈な刀箱に頬杖をついて、絵に描いた草紙のように居眠りをしている男がある。それが亭主の厨子の光助という男らしいのである。肉の薄い、そして粘土のような青い顔には、研ぎ師のような鋭さも見えない。酒焼きから音がいまでは、恐ろしく長い顔に見えた。その上にまた長々と刀箱からよだれを垂らしていつ寒べしとも見えない手なのである。ごめん。少し声を張って武蔵はもう一度草紙の寝耳を訪れた。刀談義一。武蔵の声がようやく耳に入ったと見え、厨子の光助は百年の眠りから今覚めたようにおもむろに顔を上げて、はてな、親と言いたげに武蔵の姿をまじりまじり眺めている。ほどへていらっしゃいまし。やっと自分が居眠っていたところへ客が来て何度も起こされたことを悟ったらしい。煮たりとよだれの跡を手でこすって、
何かご用で、と膝を直して言う。恐ろしくのんびりした男である。看板には、御魂研ぎどころと公言しているが、こんな男に武士の魂を研がせたら、とんだ生倉刀になってしまうのではあるまいか。一応案じられもする。だが武蔵がこれをと自分の一腰を差し出して、研ぎをかけてもらいたいと言うと、康介は、拝見いたします。さすがに刀に向かうと、痩せた肩を突骨とそびえ立て、片手を膝に片手を伸ばして、武蔵の腰のものを取って、陰銀に頭を下げた。人間が来た時には、不愛想に下げもしなかった頭を、刀に対しては、まだそれが名刀か鈍刀かもしれないうちから、まず丁重にこの男は礼儀をする。そして、返しを含み、鞘を払って、静かに肩の間に白羽を立てながら、切羽から切っ先までずっと目を落としているうちに、この男の目はどこからか別なものを持ってきてはめ込んだように、乱として輝き出した。パチンと鞘に収め、何も言わずにまた武蔵の顔を見ていたが、お上がりくだされい。ずっと膝を引いて初めて演座を進める。では、と武蔵は辞退せずに上がって座った。刀の手入れも手入れであるが、実を言えばここの板看板に本阿弥文流としてあったので、京出の研ぎ師に違いないと思うと同時に、おそらく本阿弥家の食方長屋の一門下であろうとも考えられ、そのご久しく消息を書いている光悦はご無事か、また、いろいろ世話になった光悦の母、妙秀にもご息災か、そうしたことも聞けるであろうと思って、にわかに、研ぎの頼みをかこつけてきたわけであった。だが、康介は、もとよりそんな縁故を知ろうはずもないので、波扱いにしているに違いないが、武蔵の腰のものを見てからどこか改まって、お刀は十代のお持ち物でござりますか、と聞く。武蔵は、いや別にそんな来歴のある品ではないと答えると、康介はまた、では、戦場で使った刀か、それとも、常用の刀かなどと尋ね。武蔵が、戦場で使ったことはない。ただ、持たないには勝ろうかと、常に帯びている刀で、銘も素性もない安刀でござる、と説明すると、ふん、と康介は、相手の顔を見守りながら、これを、どう研げというご注文ですか、という。どう研げとは、切れるように研げとおっしゃるのか、切れぬほどでも良いとおっしゃるのか。もとより、切れるに越したことはない。すると、康介は、さもさも驚嘆するような顔をして、え、この上にも、と、舌を巻いていい。二、切れるべく研ぐ刀である。切れるだけ切れるように研ぐのが研ぎ師の腕ではないか。武蔵がいぶかり顔に康介の顔を見ていると、康介は首を振って、手前にはこの刀はお研ぎできません。どうか他へ研ぎにやってくださるようにと、武蔵の腰のものを押し戻した。わけのわからない男。なぜ研げないというのかと断られた武蔵は、やや不快な顔色を包めなかった。で、彼が黙っていると、康介も不愛想にいつまでも口をつぐんでいる。すると角口から、康介どんと近所の者らしい男が覗き込んで、
お宅に釣り竿があったら貸しておくれぬか。今なら、そこの川端に揚げ潮に乗って、うんとこさと魚が来て跳ねているので、いくらでも釣れるでな。釣ったら、晩のおかずを分けてあげるから、釣り竿があったら貸してくだされ、と言った。すると、康介は、他にも機嫌の悪いものが胸にあったところと見えて、わしのうちには、殺生をする道具などはない。他で借りたがいい、と怒鳴った。近所の男は、びっくりしたように言ってしまった。そして、あとは、武蔵を前に、にがりきっているのであった。だが、武蔵は、ようやくこの男の面白さを見出していた。その面白さというのは、歳や基地の面白さではない。古い焼き物に見立てて言うならば、匠も見えもない土味を剥き出しに、どうなと見たいように見てくれとしている。ノンコウジャワンか、カラツドクリみたいな味の男だった。そういえば、コウスケの横瓶に薄ハゲがあって、ネズミにかじられたような出来物に香薬が貼ってあるところなど、釜の中で傷になった焼き物の自然のくっつきとも見えて、一段とこの男の風情を増して見えないこともない。武蔵は込み上げてくるおかしさを顔には見せぬほどに和んで、ご主人とほどへて言った。はい、と気のない答えよう。なぜこの刀は研げないのでござろうか。研いでも甲斐のない生倉というわけであろうか。んにゃ、と、康介は首を振って、刀は持ち主の底本様が、誰よりようご存知じゃろうが、備前者の良い刀でござる。ですがの、実を言えば、切れるようにというお望みが気に食わんでな。ほう、なぜで。誰も彼も、およそ刀を持ってくる者が、一様にまず言う注文が切れるようにじゃ。切れさえすればいいものと思うておる。それが気に食わぬ。でも、刀を研ぎによこすからには、言いかける武蔵の言葉を、康介は手で押さえるような格好をして、まあ、またしゃい。そこのところを解くと話は長くなる。わしの家を出て、角の看板を読み直してもらいたい。御魂研ぎどころ、としてござった。他にまだ読みようがござりますか。さあ、そこでござる。わしは刀を研ぐとは看板に出しておらぬ。お侍方の魂を研ぐ者なりと、人は知らず、わしのなろうた刀研ぎの宗家では教えられたのじゃ。なるほど。その教えを報じますゆえ、ただ切れろ切れろと人間を切りさえすれば偉いように思うているお侍の刀などは、この康介には研げんというのじゃ。うん、一理あることと聞こえ申した。して、そういうふうに師弟に教えた宗家とはどこの誰でござるか。それも、看板に記してあるが、京都の本阿弥光悦様は、わしの師匠でございます。師の名を名乗るときは、それが自分の誇りのように、康介は猫背を伸ばして公然と言うのであった。三。そこで武蔵が、光悦殿なら、実は、自分も面識のある間で、母子の妙修二様にもお世話になったことがある、と、その当時の頃の思い出を一つ二つ話すと、厨子の康介は非常な驚き方をして、では、もしやあなたは、一乗寺下がり松で、一斉の懸命をとどろかせた、
宮本武蔵様ではございませぬか、と目を据えて言う。武蔵は彼の言葉が誇張に聞こえて少しむずがゆく思いながら、されはその武蔵でござる。言うと康介は貴人へ向かい直すように、ずっと席を下げて、よもや武蔵様とは知らず、先ほどから釈迦に説法も同様な過言、どうぞまっぴらお許しのほどを。いやいや、ご亭主のお話には拙者も教えられる節が多い。光悦殿が弟子に諭されたという言葉にも光悦殿らしい味がある。ご承知の通り、宗家は室町将軍の中世から刀の拭いや研ぎをいたして金利の御権まで受けたまわっておりまするが、常々死の光悦が申すことには、由来日本の刀は人を斬り、人を害すために鍛えられてあるのではない。身を押し詰め、世を守りたまわんがために悪を払い、魔を追うところの傲慢の剣であり、また人の道を磨き、人の上に立つ者が自ら戒め、自ら自するために腰に帯びる侍の魂であるから、それを研ぐ者もその心を持って研がねばならぬぞ、といつも聞かされておりました。いかにもな。それゆえ、死の光悦は、良い刀を見ると、この国の太平に収まる光を見るようだと申し、悪剣を手にすると、鞘を払うまでもなく、身がよだつと嫌いました。はあはあ、と思い当たって、では、拙者の腰の者には、そんな悪気がご亭主に感じられたのではありませんか。いや、そうしたわけでもございませんが、手前がこの江戸へ下って、多くの侍衆からお刀を預かってみますと、誰あって刀のそういう大義をわかってくれるお人がないのでござります。ただ、四つ胴を払ったとか、この刀は、鉢金から脳天まで切ったとか、切れることだけが刀だとしているような風でござります。で、手前はほとほとこの商売が嫌になりかけましたが、いやいやそうでないと思い直し、数日前からわざと看板を書き換えて、御魂研ぎどころとしたためましたが、それでもなお頼みに来る客は、切れるようにとばかり言って見えますので、気を腐らしていたところなので。そこへ拙者までがまたぞろ同様なことを言ってきたので、それでお断りなされたのか。あなた様の場合はまた違いまして、実は先ほどお腰のものを見た刹那に、あまりにひどい刃こぼれと、ムラムラと拭いきれない無数の少量の油に失礼ながら液なき殺生をただ誇るスローニーがと嫌な気持ちに打たれたのです。康介の口を借りて光悦の声がそこにしているように武蔵は差しうつむいて聞いていたが、やがてお言葉の数々ようわかりました。なれど、お案じくださるまい。物心ついてより持ち慣れている刀なので、その刀の心を特に考えてみたこともなかったが、今日以降はよく胸に銘じておきまする。康介はすっかり気色を良くして、ならば研いで差し上げましょう。いや、あなた様のような侍の魂を研がせていただくのは研ぎ師の名画と申すもので、と言った。4。いつか明かりが灯っている。
刀の研ぎを頼んで武蔵が戻ろうとすると、失礼ですが、代わりの差し料をお持ちでござりますか、と康介が言う。ないと答えると、では、大して良い刀ではございませんが、一腰、その間だけ、宅にあるものをお持ちくださいまし、と、奥の部屋へ招く。そして、刀ダンスや刀箱から、康介が選び出した数本をそれへ並べて、どれでもお気に召したものをどうぞ、と言ってくれた。武蔵は目もくらむ心地がして選び取るのに迷った。もとより彼も良い刀は欲しかったが、今日まで彼の貧能ではそれを望んでみる余裕すらなかった。けれど、良い刀には必然な魅力がある。武蔵が今、数本の中から握り取った刀には、鞘の上から握っただけでも、何かしら、それを打った刀鍛冶の魂が手に応えてくるような気がした。抜いてみると、案の定、吉野町時代の作家と思われる匂いの麗しい刀である。武蔵は、自分の今の境遇や気持ちには、やや優雅に過ぎるかと思ったが、当下にそれを見入っている間に、もうその刀を手から離すのも惜しい気がして、では、これを、と所望した。拝借すると言わなかったのは、もう是非に関わらず、返す気持ちが起こらなかったからである。名工の打った名作には、人の気持ちをそこまでつかむ恐ろしい力が必然あるのであった。武蔵は心の内、康介の返事を待つまでもなく、どうかしてこれを自分の持ち物にしたいと思った。さすがにお目が高い。康介は後の刀をしまいながら言った。武蔵はその間も所有欲に反問した。売ってくれと言えば莫大な刀であろうし、などと思い惑ったが、どうしても抑えきれなくなって言い出した。康介殿、これを拙者にお譲りくださるわけにはいかないでしょうか。差し上げましょう。お代は、手前が求めた元値でよろしゅうございます。すると、いかほど。金20枚でございます。武蔵は、よしない望みとよしない反問をふと悔いた。そんな金のある身ではなかった。で、彼はすぐ、いや、これは、お返しいたしましょう、と、康介の前へ戻した。なぜですか。康介はいぶかって、お買いにならずとも、いつまでもお貸し申しておきますから、どうかお使いなさいまして。いや、借りておるのは、なおさら心もとない。一目見ただけでも、持ちたいという欲望に苦しむのに、持てぬ刀とわかりながら、しばしの間、身に帯びて、またそちらへ返すのは、つろうござる。それほどお気に召しましたかな。と、康介は、刀と武蔵とを見比べていたが、よかろう。それまでに、恋いなされた刀なら、これは、あなたへ嫁にあげるとしよう。その代わりに、あなたも手前に、何か、身に応じたことをしてくださればよい。嬉しかった。武蔵は遠慮なくまずもらうことを先に決めた。それから礼を考えるのであったが、無一物の一見性には何も報いるものがなかった。すると康介が、あなたは彫刻をなさるそうで、そんなことを死の光悦から聞いていましたが、何か観音像のようなものでも、ご自分で彫ったものがあったら、
それを手前にください。それと取り替えということにして、刀は差し上げましょう、と、彼の工面顔を救うように言ってくれた。五。鉄錆の観音像は、久しく旅包に追って持ち歩いていたが、宝天ヶ原に残してきたので、今はそれもない。で、数日の余裕を与えてくれれば、特に掘ってもこの刀を所望したいと武蔵が言うと、元より、すぐでなくても、と康介は当然のこととしているのみか、曝露宿にお泊まりなさるくらいなら、手前どもの細工場の横に中二階の一間が空いておりますが、そこへ移っておいでなさいませんか、と、願ってもないことだった。では、明日からそこを拝借して、ことのついでに観音像も掘りましょうと、武蔵が言うと、康介も喜んで、それでは一応、そこの部屋を見ておいてください、と、奥へ案内する。しからば、と、武蔵はついて行ったが、元より、さして広いうちでもない。茶の間の縁を突き当たって、五六段のはしごを上がると、八畳の一部屋があり、窓の脇の杏の梢が若葉に夜露を持っていた。あれが研ぎをする仕事場なので、と、主が指さす小屋の屋根は、牡蠣の貝殻で拭いてあった。いつの間に言いつけたのか、康介の女房が、そこに膳を運んできて、まあ一献と夫婦して進める。杯が交わされてからは、客でもなく、主でもなく、膝を崩して、お互いに胸襟を開き合ったが、話は刀の他には出ない。その刀のこととなると、康介は眼中に人もない。青い方は少年のように赤らみ、口の両端に唾を噛み、ともすれば、その唾が相手へ飛んでくることも意に介さない。刀は我が国の神器だとか、武士の魂だとか、皆口だけではおっしゃるが、刀を存在にすることは、侍も町人も神官も皆甚だしいものですな。手前はある志を抱いて数年間諸国の神社や旧家を訪れ、孤島の良いものを見ようものと歩いたことがありますが、古来有名な刀で満足に秘蔵されているものがあまりに少ないので悲しくなりましたよ。例えば、信州諏訪神社には、三百何十振りという古来からの奉納刀がありますが、このうちで錆びていなかったのは、五振りともありませんでしたな。また、伊予の国の大三島神社の刀蔵は有名なもので、何百年来の所蔵が三千振りにも上っておりますが、およそ一ヶ月もこもって調べたところ、三千振りのうち光っている刀は十振りともなかったという、実に呆れたありさまです。それからまた彼はこうも言う。伝来の刀とか秘蔵の名剣とか聞こえているものほど、ただ大事がるばかりで赤いわしにしてしまっているのが、多いようです。かわいい子を猛愛しすぎて、おバカに育ててしまう親のようなものですな。いや、人間の子は、後からでも良い子が生まれるから、数のうちには世間の賑わいに少しはおバカができてもいいかもしれませんが、刀はそうは参りませんぞ。と、ここでは、口端の唾を一度収め、目の光を改めて、痩せた肩を一段と尖り立てる。
刀は刀ばかりはですな。どういうものか時代が下るほど悪くなります。室町から下ってこの戦国になってからはいよいよ火事の腕がすさんでまいりました。これから先もなおなお悪くなってゆくばかりじゃないかと思われるんで、孤島は大事に守らなければいけないと手前は思う。いくら今の火事が小賢しく真似てみても、もう二度とこの日本でもできない名刀を実にあたら悔しいことじゃございませんか。というと、何を思ったかふと立ち上がって、これなどもやはりよそから研ぎを頼まれて預かっている名刀の一つですが、ご覧なさい、惜しい錆を沸かせています。と、恐ろしく長い立ち作りの一刀を持ち出してきて、武蔵の前へ話題の実証としておいた。武蔵はその長剣を何気なく見て、はっと驚いた。これは佐々木小次郎の所有する物干し竿に違いなかった。6考えてみれば不思議はない。ここは研ぎ師のうちであるから、誰の刀が預けられてあろうとも別段起とするには当たらない。けれど、佐々木小次郎の刀をここで見ようとは思いがけないことと、武蔵は水槽にふけりながら、おお、なかなか長物でござりますな。これほどな刀を差しこなす者は、相応な侍でございましょう、と言った。さればで、と、康介も合点して、多年刀は見ていますが、これほどな刀は、まあ少ない。ところが、物干し竿の鞘を払い、峰を客の方へ向けて、束を手渡しながら、ご覧なさい。惜しい錆が三四箇所もある。しかし、そのままだいぶ使ってもいる。なるほど。幸いこの刀は鎌倉以前の稀な名工の担当ですから、骨は折れますが、錆の曇りも取れましょう。孤島の錆は錆びても薄い膜にしかなっておりませんから。ところが、近世の浸透となると、これほど錆びさせたら、もうダメですわい。浸透の錆は、まるで太刀の悪い出来物のように、地金の芯へ腐り込んでいる。そんなことでも、孤島の火事と浸透の火事とは、比べ物になりはしません。おおさめを、と、武蔵もまた、刃を自分の方に向け、峰を康介の方にして刀を返した。失礼ですが、この刀の依頼主はこの矢へ自分で見えましたか？いえ、細川家の御用で伺いましたとき、御家中の岩間角兵衛様から戻りに屋敷へ寄れと申され、そこで頼まれて参りましたので、何か、お客の品だとか言いましたよ。こしらえもよい。ともしの下に、武蔵がなお、しげしげと見入りながらつぶやくと。立ち作りなので、今までは肩に折って用いていたが、腰へさせるように、改めてくれという注文ですが、よほどな大男か、腕に覚えがないと、この長物を、腰に刺して扱うには難しいと、康介もそれを見ながらつぶやくように言った。酒も体に回り、だいぶ主の舌もくたびれてきたらしい。武蔵はこの辺でと思い立ち、ほどよく自供して表へ出てきた。外へ出てすぐ感じたことは、町のどこ一軒も起きていない暗さであった。
そう長い時間とも思わなかったが、案外長座していたものと見える。夜はもうよほど更けているに違いなかった。しかし、宿はすぐ筋向かいなので、何の苦もない。空いているとの間から入って、寝臭い暗闇を撫でながら、2階へ上がった。そして、いおりの寝顔をすぐ見ることであろうと思っていたところ、2つの布団は敷いてあるが、いおりの姿は見えないし、枕もきちんと並んでいて、まだ人のぬくみに触れた気配もない。まだ帰らんのであろうか。武蔵はふと案じられた。慣れない江戸の町、どこをどう道に迷っているのかもわからない。はしご段を降り、そこに寝そべっている寝ずの番の男を揺り起こして尋ねると、寝ぼけ眼で、まだ帰っておいでなさらねえようですが、旦那と一緒じゃなかったのでございますか、と、武蔵が知らないことを、帰っていぶかり顔に言う。はてな。このまま寝られもしない。武蔵は、再び漆のような外の闇へ出て、軒下に立っていた。